皆さん、こんにちは。今回なんですけれども、レアル・ソシエダと久保建英について少しお話ししたいと思います。ということでですね、今回は久保建英、またレアル・ソシエダ、このあたりについて話をしていきたいと思いますが、具体的にはですね、久保建英に関する、現地メディアの評価というものにフォーカスを当てながら話をね、していければというふうに思います。で、早速なんですけれども、レアルはですね、先日、リーガ・エスパニョーラで、エルチェと対戦しておりまして、見事勝利を収めたという結果に終わっております。で、この試合のですね、現地のメディアの評価を見ていきたいんですけれども、まずはですね、こちら、スペイン・マルカのものをね、ご紹介させていただきたいと思います。こちらを見ていくと、マルカのものはですね、採点があってですね、最高点、3点なんですけれども、久保14番ですね。久保は、2点ということになっております。で、レアル・ソシエダの選手で言うと、ダビド・シルバー、まさにね、久保のゴールをアシストした、ダビド・シルバーがですね、3点で、最高点3点ということになっております。では、続きまして、こちらはですね、スペイン、アス、のものをですね、見ていきたいと思います。こちらはですね、選手の寸評が載っておりまして、それをですね、チェックしていければというふうに思いますが、久保は、ここですね、竹草久保、エスタタン、コンプロメティド、コンスルロール、エンダレアル、結成、エクシー、ヘセルマス、デジシーボ、デスレゴ、コントラエレルチョルフペと、こういったところが始まりますけれども、久保竹草は、レアル・ソシエダでの役割というもの、より決定的になるという、そういった要求に、非常にこうコミットメントしている。そして、まさにエルチェ戦では、その役割を果たしていた。前半の段階で、リードをもたらすようなチャンスが2度あった。けれども、そこでは、シュートを決めることはできなかった。しかし、3度目のチャンスで、それを封印することはなかった。ダビド・シルバの素晴らしいアシストに対して、交差するなシュートをファンタスティックに決めてみせた。エルチェのディフェンス陣にとって、コンスタントに、痛みになるような存在であり続けたと。そういったですね、寸評がされております。続いてですね、スペイン、エル・デス・マルケ、こちらのメディアのものをね、見ていきたいと思います。とこちらはですね、寸評と、採点どちらも載っていますが、久保はですね、8点ですね。でこれ10点満点のうちの8点が非常に高いです。で、ラレアルの選手で言うと、ダビド・シルバーが9点なんで、エルメ・ホール・フカドリデ・パルティードと、彼がベストプレイだったってこと書いてありまして、なので最高点はダビド・シルバーなんですけれども、それに次ぐ点数というところで、久保建英にも高い評価が下されております。そして寸評をチェックしていきたいと思います。レ・コスト・アフィナール・ラ・プンテリア・ペロス・コネクション・コンシルバ・フェ・イン・ミホ・ラブレ、といったところから始まりますけれども、ゴール前のところで、フィニッシュの精度を上げるところに少し苦労していたが、シルバとのコネクション、シルバとの連携というのは、これ以上ない、これ以上向上させることができないぐらい、素晴らしかった。ゴールの場面では、そのシルバと連携をして、その2人が主役になって、レアルに1点をもたらした。後半の初めにそのゴールが生まれていると。そういったことがね、書かれております。で、今の、評価のところもそうなんですけれども、非常にこう、ダビド・シルバと久保建英、いいコンビネーションね、いい連携を見せていたと思いますし、ダビド・シルバが、最高点で、この試合ね、マン・オブ・ザ・マッチには選ばれたんですけれども、やっぱり、久保だったり、ブライス・メンデスだったりっていう選手との連携ありきのプレーでもあったと思いますから、そのあたりの評価があって、久保にもですね、現地でも高い評価が下っていると、そういったところになっております。続いてですね、こちら、地元メディア、ローカルメディアのものを見ていきましょう。ノティシアスでキープスコア、こちらのものをですね、チェックしたいと思います。こちらでは、選手の寸評と、評価点、どちらも載っていますが、久保建英は、竹久保、8点ですね。
で、これは10点満点中の8点なんで、非常に高い評価ということができると思います。まあ、ちなみにベストプレイヤーはダビド・シルバかな、9点、なんですけれども、寸評をチェックしていきたいんですが、あのステップでペルナル担当、こんなクラスでイラテクニカ系、アテソラ、デベリア、アフィナル、ムーチョ、マスラ、プンテリアと、こういったところが始まりますが、コータゲスターは、こんなにチャンスを逸することはできない。彼の技術、そして、そのクラスというものを考えたときに、まあ、ゴール前のところで、もっとフィニッシュの精度を上げていくべきだ。前半のところでは、最初のチャンスを、まあ、ダビド・シルバからのパスの最初のチャンスを外して、しまったけれども、ラレルの最初のゴールを記録したのは彼だった。相手の選手たちにとっては、コンスタントに、まあ、悪夢のような存在であり続けた。そして、ハードワークをやめなかったと、そういったですね、寸評がなされております。今回はですね、久保について話してきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、最後にちょっとこれも紹介しながら記事いきたいんですが、まあ、先ほどダビド・シルバと久保のコンビネーションがっていうですね、話をしたんですけれども、久保がね、試合後に、現地のメディアでインタビュー、フランスインタビュー受けていたときに、シーノ・ロ・マルコ、シルバ・メマタといったコメントを残しているんですが、まあ、あのパスを外してたら多分、シルバにもう殺されてたと思うぐらいの、シルバにすごい怒られてたと思うみたいなことをですね、久保建英さんも試合後に言ってましたんで、まあ、これはね、久保なりの非常にこう、ウィットに富んだジョークだと思いますけれども、まあ、この2人の関係っていうのは非常にやっぱりいいなと、こういうことがね、このエルチェ戦でも証明されましたし、ラレルがね、本当にこう、チャンピオンズリーグ出場権獲得するためには、まあ、久保の活躍も、まあ、ダビド・シルバの活躍も、これからまたどんどん人になっていくとは思いますんで、そのあたりも含めて、この2人の活躍と、ラレルのこれからのサッカー、どういう戦いするか、引き続きね、注目していきたいなというふうに思います。